とうございます。まずは前回の動画、悲しい結果になってしまって、まあでもなんか久しぶりに染まれだったなっていうふうに思います。逆転ずっとできると思いながら突っ込んだし、もうエンディングみたいになっちゃってんだけど、よし俺のみんな見ててくれ、黄金の右手お願いします。ありがとうございます。 1枚です。いや遅い遅い、いくで、はい。まあ、ありがとうございます、ありがとうございます。おはようございます。よし行きましょう。パチスロはこっちです、多分。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。おはようございます。よし頑張りましょう今日も。ほう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 、あ、サラバンあるじゃん。サラバン取れんか、無理そうだな。え、装填の剣が、あ、装填が入ってんじゃん。装填行く、松見奈々、あ、いてね。松見奈々とかどうでもいいか。真ん中行きますか、じゃあ。一番解説ついてないんで、この理論でいつもやられてますけど、まあ見てわからんな。あ、でもめちゃめちゃマイナスなんで、これ行きましょう。おはようございます、いつもまでです。というわけで、もう今入場終わりまして、袖の剣2からスタートということで、本日桜島の目の前、書いてありますね、マルハン鹿児島新興店さんというところでございます。港なんですよね、ものすごく、海の潮の香りがすごい漂う中で、俺の拳とケンシロウの拳がカーッてやっちゃうんで、今日も気合いで頑張っていきたいなというふうに思います。じゃあ行きましょう。本日、マルハン新興、鹿児島新興店さんで、総店の月2から2019年2発目気合入れて成り上がりー、大丈夫、はやー成り上がり、ほほー、あった、あ、やばい、見て、あ、やばい、ミスった。学校みんな、え、どうやった今、あった、あ、やばい、見て、あ、やばい、一度目からふざけてしまった。はい、というわけで蒼天の剣ですね、動画で打つのは2年ぶりぐらいかな。1年ぶりか2年ぶりぐらい。その時は確か天井行って天井行ってやめた気がする。はい、まあ、あの相当面白いマシンですね。今ホールにあったら打ちたいなって思う機種の一つです。まあでもこの台のいいところって、生の中中引かなくても弱水化引いてりゃ炎上勝手にするんで、炎上した時に中中を誘発できるっていうのがやっぱこの台楽しいところですね。そういえば6号機で装填出るんで打ち納めっすね、これが。ああ、父ね、父やばいね、確かに。あ、燃えましたね、これ追加炎上。サンプルは取った方がいいけど、よっ、これでまあ、チェリー高確率ってなってるんですけど、要はアンリミテッドリールなんで、こっちがメインリールなんですよね。こいつは疑似リールなんで、ここめちゃくちゃにできるんです。でまあなんか中打が落ちやすい状態になるんですけど、引けない時も全然あるんで、ここでもう一回追加引くのがうまい、こういうのね。あ、これは行きましたね、はい。さあ、とりあえず一発で終わりましたね。この一発で刺さってるかな、どうかなっていう遊びです。お、いいよいいよいいよ。宿命の道、あー、ダメかも、ダメかも。とりあえずいて、とりあ
いて、オッケーオッケー、いけ、これラストゲームだと当たりですね、いけー、かー、あ、じゃあいい、ナイス、オッケー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 、これは炎上中の中継からの当たりですね、投資7本、1万円以内の当たり来たぞ、ちょっと2019年の初めての勝利を味わいましょう、本日一発目の、宿命の時、行こう、レポ見ろ、でもこれ色ね、ぶっちゃけあんま関係ない、あの赤だからって 66% テーブル、もう 66% モードがないわけじゃなかった気がするんで、全部の可能性があります、逆に言ったら白でもいい、でこれは最低継続率 70% って言われてるんですけど、あの実際は 66% モードとかなんかそういうモードみたいな感じの概念なんで、実際の継続率はちょっと違ってきます、でこの最中レア役とか引いて色を帯を上げていくっていうゲーム性ですね、強水化の予感、よしほい、緑まで行きましたね、この時点で、負けはほぼないですけど、ワンセット目は絶対負けないんで、オーケー、赤まで行った時点で負けなし、であとは継続がまあ同点で、あとは勝利すれば上海に行けるんで、まあ今更も説明はどうでもいいですけど、さあ行こう、ほい、いいね、やさか、やさか、あーやばいかも、これやっちゃったかも、俺が久しぶりに女に惚れたよ、爆流応援とされなければ大丈夫なんで、あーこれなんかね、今日いいセリフとかあるんですよね、多分チャンスアップっぽいセリフだと思う、そうでもなかったわ、打点賞、こうやってるだけですけどねこうやってるだけやねんけどね、ああ爆流応援とつきましたね、天井に、ああ食らうんだ、食らって復活パターンですね、緑なんでちょっと勝利あるかなと思ったんですけど残念でしたね、大復活っす、はい、2セット目、はい、で今から2セット目なんですけど、これ超えたらオーラ昇格チャンス来るんで、ここを超えたい、蒼天の剣2での一つの目標はこの2セット目を超えること、だからここでさっきの強水火が欲しかったんだけどな、レインボーまで持っていけばもちろん勝ち確で、レインボーの上にもう1個レインボーがあるんですけど、そのレインボー行ったら天寿なんで、まあ、確定チェリー B だったかな、だからその辺引かないとダメかな、さあ白のまま霊王来なければいける、よしよしよし、超大変、大丈夫大丈夫、蹴りですね、まあまあまあ必殺技じゃないんで、これはねなんとかなる感がある、ちょっと 2.7 っすね、立てスッと立て、 OK、 さあこっから俺は昇格チャンス、赤まで持ってくるやつ来い、文字の色、青かー、いやー緑まではいってほしい、頼む、よし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 、いいぞいいぞ、緑緑緑、あー黄色かー、まあこんな感じでオーラを上げたら継続率が上がるっていうイメージで OK です、継続する可能性が上がる、いいよ上がれ、よし、あーいいっし、 OK、 ナイス、よし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 、今のもうアンリミテッドリールだからできるっていう話ですね、メインリールこっちなんで、緑かー、いやー緑でも負けはあるんでね、負けあったっけな、同点以上、いや同点以上赤か、行きましょう、あいいですね、これ多分ここの矢坂でしょうね、よしいける、上海への切符手に入れたかもしれん、ちょっとあの勝ち確のセリフ出てたらごめんなさい、セリフパターン結構多くて覚えられてないです、おっ、あーくそマジか、うわー同点終わりか、あーもったいないな、マジか、負けんなよ、負けは大丈夫だと思うんですけど、うわ3セット目で勝てないと結構激闘ラムきつい、あ赤ですね、これ逆転か、 OK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 、
これで上海持ってきましたね。かっけえな。何がかっこいいって山寺宏一さんが一番かっこいいからこれそういう台だから OK。 とりあえず本日一発目の上海旅行キャッチ。順調じゃね。投資7本なんで350枚出せばとりあえずトントンなんで、でこっからは継続率とかじゃなくてゲーム数管理の AT になる。よっよいしょ。さあ行きましょう。おい、まあこれ連打する意味ないっすけど俺。バロンバロン、まあまあ基本サージですね。さあ行きましょう。激怒はい、いいっすね。いつ聞いてもいいっすね、これは。よし、で25ゲームに一発、周期が来て一発目の周期、突入して一発目の周期は確か 50% だった気がするんで、特化ゾーンというかチャンスゾーンですね、名称は。ここは絶対終わることのない安全地帯、これ終わっても宿命の時戻るから、だから楽しい。おい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 、強引に滑膜持ってくるか。上がれ。おお、いった。よしよし、ここでガズバク持ってきてもいいけどな。赤なんでチャンスっすよ。おい、ラッキー。すいません、一発目から総流転落行かせてもらいます。すいません。あー、くそ、めちゃめちゃ弱いっす。ホームランっすね。揃わずに終わるもマジであるからな。よしよしよし、ほい。じゃあまあまあまあ、状態へ。レオを倒したら50ゲーム以上か、特化ゾーン。大炎がもう普通ですね。あ、オッケー、赤体ですね。左噛みつきの右も、右はない。あ、ラストゲームこれ感じです。オッケー、おい、乗ってるいいね。で、今入った脱木のホムラはちょっと弱い。なんでかというと終わっちゃう、これ燃えてるパターンとかもありますね。まあ、100列ですね。はい、ゲーム2話のせい。200あるやん、いいぞ。これモアイとかもたまにあるんでね。とりあえずここ越えて、ここ越えろ。あー、まあまあしょうがない、しょうがない。20で、まだ続く。これ残り3ゲームなんですけど、これが氷のやつとかだと継続率終わっ7ゲーム超えてからが続きやすいとか、いろいろありますね、特徴がある。総流だったらループするとか、そうか、ループ率が高い、続く可能性が高い。総流テーラーだと ST になってるとかね。まあホムラー一発中継来たらいい方っすね。はい、まああと23ゲームか、これはもう終わりパターンっすね。なんでまあまた宿命の時戻るけど、宿命の時の370がつくセットではオーラ昇格チャンス入るんで、それをうまく利用して上海入れてっていうのを繰り返す。で、どっかの上海でどっかとぶち込んでぶっ壊す。以上。はいよ、終了。ここでちょうど25ゲームか。寂しいっすよね、この背中。50ゲーム8340枚いきましょう。で、こっからまたバトルバード戻るんで終わる可能性があると、だから頑張る。立て立て、立てけ。うわ、大丈夫大丈夫、大丈夫、いきます。やっ、もどかしい。とりあえず早い当たり、もう一発目出して、まあ流れはこんな感じだね。一発目から上海行けたらマジででけえ。雰囲気は大丈夫っぽい。ほい、OK、OK、けーん、頼むわ。いきます。あ、また、うわー、また3セット。まあやっぱ出すまでの敷居がちょっとだけ高い台ですからね。普通に当てて、そこから勝負に勝って激闘乱舞入れて、そこで 50% 取ってガツ木入れて上乗せしだして、ようやく出玉につながるんで。生徒月経、あ、天国ですね。キセル出ましたね。いっちゃえ。あ、ダメだ、ダメだ、当たった。
82ゲーム早いね。これこれは期待できるかもしれない。さあ行こう。さあここでレアガッツで、これバーン見たいですね。ああ行かない。およよよ、さあ立ちます。おお勝ったー。ギーズさんが出てきましたよ。勝ちましたね。ワンセット目からナイスラッキー。さあ行きましょう。よ外れろ。ドン200持ってこい。いけあれよよよ、いけよくねがいるぞ。あー30残念。さあ行こう。どんな気持ちでこの音声撮ったんだろうなそういう感じでお願いしますって言ったんかな発目取れるかどうかですね。あとはさあ行きましょう。次が25ゲーム目取ってくれよ。ほいほいほいとほいほいほいと最高。いやードゥルルルとかもなってないけど、ああ大丈夫かな。ああやってもうた。駆け抜けですね。じゃあねえな。これはねもうどうしようもないんでしょうがないです。さあ行きましょう。あ一発目から上海行けただけでもでけ。さあ2セット目あだあだ終わった。さあ行け。よし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 、まだいけるまだいけるまだいける。よし OK 継続以上無言なんで大丈夫です。ほい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 、ゲーム。なんか倒れてるけど、あよかったよかった。いやぬるいんじゃない。そんなんじゃケンちゃんやれないよ。さあ7セット目いいぞ。ようここまで来た。いけ。頼む緑まで行ってくれ。よし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 、赤行ってもいいぞ赤行っても。はいいいぞいいぞ。いやーまあでも勝ちましょう。行こう竜走大変。おっしゃー勝って、ナイスオッケー。勝ってるし曲流れてるんで勝ち確ですね。オッケーオッケー。いやー天気ショーかっこいい。いやー百列拳いけ。あそこは蹴りなんだ。オッケーナイス行きます。かっこいいな。入国審査中です今。さあ行きましょう。40行きゃいい方。あ30 OK ほいほいほい。いやーやばそう。いけくそー 50% じゃなかったっけここ。いやーしょうがないですね。511枚駆け抜けっす。ゲンあー705枚。いやーまあ頑張りましたね。やっぱ楽しいっす。相当は相当おもろい。はいよー OK
大丈夫っすね。おお、もう演出行った時点でもうほぼ当たりみたいなもんですもんね。これ外れるビジョンが見えない。気づいたらバコーンってなってるんで、ほらもう当たりっす。66ゲーム。おお、緑いいね。はい、速い、マジで初当たりが軽い。ミドルのまんまかい。さあ行きましょう。よし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 、ヤサカ。おわ、こっちの下のヤサカですね。これ買ったんじゃないですか。 OK、 いいぞ。敵将、よし、ほぼ大丈夫。もうあーはー、ごちそうさまです。あまり避けられるけど、オッケーオッケーオッケー、もうこれは大丈夫ですね。よし、4回目かな、上海旅行。オッケー、ナイス、かっこいいですね。さあ行きましょう。はいはいはい、はいよ。ナイスナイスナイス、40あれば全然 OK。 頼むぞ、一周決め。さあ、ガツモク頼むぞ、行ってくれよ、お願いします、よろしく。ほいほいほい、行ってくれ。ここが使ってくれたら頼む。まあ、しゃあね、次の上海目指しましょう。ナイス、これはいい引きでしたね。よしよし、よう引いたわ。 25% でしたっけ。 50% って気がするんですけど、行きましょう。まあ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 、30ゲーム残すと思ったらね、やばいな。うわー、強いわ、やっぱ違え。もう違う、俺らの知ってるケンちゃんじゃないかな、これ。おシル出た今。なんか俺大きな勘違いをしてるかもしれん。立て、蹴りやぞ、早期勝じゃないぞ、立て。あーあー、終わった、1081枚。いや頑張って継続しましたね今、ものすごく継続しました今。はい、じゃあというわけで、ゼロ番紹介の方をしていきたいなというふうに思います。まあ、とりあえず僕のいる筋から見ていきましょう。結構想定はね、まあ天寿っていうのもあるんですけどね、結構良さそうな台勝ちな、ほら、まあ、僕打ってる台もなんか割と、まあ、なんとも言えないですけど悪くなさそうで、あとまだまぐ初代ですね。モンハンかな。で、あとこっちがね結構強くて、119エリアですかね、満潮3と絆ですね。で結構ね、ジャグラーも大層多いですけど、ジャグラーもね可動めちゃめちゃいいし、上にもちゃんと積んでらっしゃるっていう感じがしますね。で、あ、鏡がね満遍なく、まあ見切られてるのもあるんですけど、半分以上の方が箱上に積んでる感じです。で、置き時もいい感じ、はい、てな感じでございます。まあ結構ガキスにまあ良さそうなやつありつつ、まあいいところで言うと、まあやっぱ番長絆あたりが結構強そうなのかなっていうふうには思いました。まあ僕も引き続き今から頑張っていきたいというふうに思います。成り上がり、今んとこ結構当たりも軽い、まあ中手の引きがいいっていうのもあるんですけど、とあとまあよく刺さってくれてる、いい感じですね。めっちゃ綺麗なグラフじゃない。まあ、あんまよくわからんわまあでもプラスにはもちろん言ってます。おお、おい、え、揃え揃え、おい、あ、これもうもらいましたわ、これ確定チェリーでしょ。
てかそんなん言ってる場合じゃない、横の方が今店長入ってるんで見とれてたんですけど、俺もなんかこれ偉いの引いてもうた。あー16っすね。あーまあ設定差あるっすね若干。まあでも一番最低でも4000、6でも4000、1万4000偉いやつ行きました。でもそれどころじゃないっす。横の方が気になって行きます。まあこれはもうもらいましたね。ほいほい、あーここで行くか。まさか復活 OK。 さあ158ゲーム、まあ多分こっちですね。こっちじゃないと思います。行きましょう。緑、よう緑くんだ。さあ行こう。あっさり最強チェリー引いたな。まあでもあれ揃った方が偉いっすね。ここはまあ大丈夫。おお、やさかや、勝っちゃっていいぞ。チャンスパターンっすねこれ。よし、いややっちまえもう。お、倒せっかも。マジ、これはもう大丈夫です。なぜこんなに入らんのだと。まあこのさすがにそろそろ入れましょう。7回目の上海。さあ行こう。ほいよ。 50% で30ね、25% で40、 20% で、何だったっけ、50か。あと残り 5% ぐらいでそれ以上いきましょう。とりあえず 50% は超えて、あここの 50% も取れんのか、怖えな。大丈夫ですかこれ、大丈夫ですか。いや、なんでなんでなんですか。もうしゃあない、しゃあないんすけど、悲しい、すげえ悲しいんすけど、上海入っても嬉しくねえもんな。刮目やりてえんだもん。まあまあまあ、ここ越えたらまたオーラ昇格なんで、ここは耐える。すんごい避け方。やるじゃない。さあ3セット目、赤文字青。悲しいよ。うわー、はい、くありがとうございます、いただきます。あざまー、オッケー、強引に行きましたね。まだまだ、もう一個、もう一個、もう一個いける、行こう。頼む頼む、ここでもう一発上げて天井持って、いやー待て、あと3ゲームやけどな。中継いった、天井これがね、陰謀の2段階目っす。よっしゃ、やってやったぞ。おい、行き上がりましたよ、マジで。行きましょう、行ってもうたぞ。15000分の1、やべえ、今日はなんかちげえ。ありがとうございます、ありがとうございます。行きましょう、優勝部っすね。もうここからムービーありますね。はい、火の前にいるかなと。行きます、そうですね、 OK。 よっしゃ、ここからもうバリカンで坊主にするんで、見ましょうか。いやー、いい。さあ天井狙いですね。引いたぞ。
っしゃ、横の方と同時に天井入れてしまったわ、マジで。ただ皆さん性能の方はあんまり期待しないでください。 80% ループで試合して、でその試合の最中が、まあ、上乗せ特化ゾーンになってます。いやー来てしまったよ、順番間違えていかんよ。ありがとうございます、行きましょう。かっこよすぎる。いやいいですね、桜を見に行きましょう。いやマジ光るとは思ってなかったんで、マジで。飲ませて酔わせて倒すっていうね。アロワル、はい、7つ弾揃えた時にのみ出てくるやつですね。いきます。ギーギー、いやーかっけー、いきましょう、ぶっ壊します。はい、この最中は中段テリー降格みたいな感じになってて、こんな感じでゲーム数持ってくれます。で、まあ、これが10ゲーム間ぐらいあってバトルパート行ってっていう感じですね。よう乗ってくれるわ、レア君。よよ、おお、飛べるよ、素晴らしい。いや、上野さんもこれ結構乗ってますね。でも僕130とかで終わらせたことありますけど、俺、まあ、バトルに負けなきゃいいんで一生続きます、バトルに負けなかったら。さあ行きましょう。この辺のチャンスアップがねちょっと分かんないんですよね。まあでも関係ねえ、ドンドンドン。まあ大丈夫だろう、蹴りは食らうんだもんな、食らっちゃうんだもんな。なんか俺怖えな、これハーネスいて100度終わる感じの雰囲気ないですか今、大丈夫これ。ちょっと流れ変えんとか。いやでも俺は変わった、これは2019年の動画やぞ。あ、間違えた、でも雲動いてるんで多分大丈夫ですね。え、これ今俺、え、俺今ペナルティしました、もうダメかも。ハーネス100よりひどかった、なんかちょっとテンション上がりすぎて、ちょっと反省します、すいません本当。何やってんすかね、ちょっと切り替えて、切り替えていきます、すいません、なんかちょっとテンション上がりすぎた。さあ、はい、色がこれ赤じゃないんですよね。お、いった、よかった、こう行ってほしいです、行きましょう。あー、まあまあ氷、OK、これは継続率というか終わりにくいです、これは行ったから長い、 OK、 お、チャンスすぎる、下行ってほしい、よし、行けば手法以上、あー手法ですね、これしかも結構行ってくれるんで、亀、よし、右髪、はいはいはい、よし、 OK、 じゃあマジでこっから切り替えていこう、集中していきます、ほいほいほいと。さあ行きましょう、燃えろ、横ポーンとかまであるんですけど、天使来い。はい、行きます、まあ中方ですね、 OK。
さあ15ラムいきます。超に入れますわ。まあ、さっきのケンジの前半パートみたいな感じ。ほんまなんかちゃんとやんなきゃいけないところでなんか俺気が緩んじゃうんだよな。嬉しすぎ、ちょっと喜びすぎました本当。それ反省してちょっとここからマジで頑張ります。さあ継続、はい、トイ、青、オッケー、あ、一回継続したっけなこれ。おー、いいね。お、レイク、いいね。お、いいね、いいね。50、あ、でけー、70、え、なにこれ、設定したとかじゃねえの。70、関係ねえ、ない、ないかな。70、いいよ、はい、はい、はい、継続しろ。赤、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 青、いけ、あー、まあ110、オッケー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 、もう一発、もう一発、2、3発入れましょう。やばい、耐えろ、耐えろ、耐えろ、うわー、割れた。残念。おー、行った、行きました。あれダブルで来い、ダブルで。おお、来たー、総力来た。これ氷の強化版で中長も一応揃いやすいしプラス、続きやすいっす。そう、あ、マジか。何やってんねん、頑張れ。オッケー、大変、勝ちましょう。いや全然噛みつかねえ、全然噛みつかねえ。弱え弱え弱え。オッケー、とりあえずまあ百熱っぽいっすけどね。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。200持ってこい。200、なんかチャンスのあれ出てる？出てないの。おー40、超えろ。あー40、でかい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 。まだ続くよ。オッケー、ナイス。よしよしよし、いいぞ。総流と総流ってのは結構強いんで、本当に噛まないっすね。オッケー、ナイス。まあ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 、落とすなよ。やばいやばいやばい、耐えろ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 。総流でこれは弱いって。いや、総流テルナしかないっすね、やっぱ入れんのは。さあ240ゲーム走って終了ですね。まあ意外と頑張ったかなと思います。1184枚、最後4セット目。おい、けー、あー、もう、うわー、もう、あー、うわー、プラスは分からんけど、あ、2500枚ぐらいトータル出てますね。で、投資が9本なんで全然プラス。まあ、まずは早い当たりやな。よっ、おう、ようやく494ゲームで中チェスで、さあ777天井ですね。まさかこんなストレートに天井行くとは思わなかった。落差がすごい、さっきまでのイケイケ感からの落差がすごい。レインボー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 、行きましょう。こっから切り替えて、しゃあない、はまんのはしょうがないから行こう。頼むぞ。ダイ、真っ白やっけ。大丈夫、行こう。455枚、まあ半分以下ですね、回収は。うわー、10戦目まで行きたかったな。
っしゃ、負けましたね、当たりましたわ。黄色、一応さっきの出玉内では一応当たりましたね。あぶね、いや、まあ、上海行こう、頼むぞ、お願いします。矢坂さん、お、いった。このケンちゃん、なんか白でも倒せそうな気がするな。お、チャンスボタン、よし、攻撃した、フェキショー、まあパンチかな。うわ、えなんかさっきもこのパターンあったな。とりあえず当たっ、攻撃が当たってたらチャンス、よし、いける。え、勝っちゃったこれ、白でいっちゃった。もう白で行きだしたらもういよいよやばい。おい、あら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 、もう 色関係ないから、もう色関係ない。いや、戻ってきたんちゃうこれ、よし、さあ行きましょう。よし、久しぶりの上海旅行、よよよよし、頑張れ。まずはここの 50% を超えられるかどうか。超えられないと、あー、頼む。よっしゃ、あっぷんね、またダメかと思ったけど、総流転乱、まあ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 、ホームランじゃないだけ、オッケー、まあまあ、タイヤ噛みつかない。なんかね、ここの戦いがね、なかなか今日渋いわ。俺には見えてんだよ。よーし、ナイス、炸裂剣チャンス、はい、200あるよ。超えろ、これこれ超えろ、あー、まあまあまあ、やばい、耐えろ、よし、ナイスナイスナイス、まあ耐えてもいいよ。いや、噛みつかんかい。おっと、勝ったよ、ラッキーラッキーラッキー。超えてこれ、頼む、超えろ。ちょっとこれは短期留学になりそうですね。もう終わりそう。まあいつもみたいに日帰りじゃないだけいいっすけど、もうホームステイしてずっといてほしいけどな。おら、はい、まあまあまあ、2泊3日ぐらいでしたね。さあ、オーラ昇格チャンス、はい、ここは越えとけ、とりあえずここも行っとけ。あかん、渋ってる、あー、緑まではとりあえず行きましょう。よし、ナイス、赤も行っとこう。いや、いかんのかい。さあ、倒しましょう、来い、朝か。うわー、えらい二人や。いや、勝負がいいな。はい、朝か、ひえ、どこ見てんねん。よし、よし、炸裂拳よりもやっぱ天気症の方がね、やれる気するんで、蹴り、まあまあ、全然割れない、全然割れない、2連続旅行あるよ、これ、いいぞ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 、いけ、よし、OK、ナイス、ナイス、2連続で旅行しましたね。早いな、ここで弾増やしたいんだけどな。はいよ、一応200があるぞ、 1.5% ぐらいで200あると。おお、やばいやばい、これいった、いった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 、200、取ったぜ、 1.5% ぐらい、多分 1.5% だったか 2.5% だったか忘れたけどぐらいで来るんで、
1.5 倍、もうちょい少なかったからな。ラッキー、途中でブルったんで3ゲラス。よし、いやーナイス、いけるいけるいける、これはもう長期滞在ですね、これ。ありがとうございます。よし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 、あと大事なのは1周決めで、その後しっかりレイアクで滑木入れられるかどうかもすげえ大事なんで、ちょ入れた分ちょっと返してもらいましょう。この200ゲームだから天寿よりいいっすもんね。天寿70やから俺やらしたかよ。どんどん僕にあれなくなるじゃないですか、台打ちお願いしますっていうのなくなります。本当にどっかゾーンマジで引き弱いんで、頼んでくれた人結構みんながかりされるんですよね。あ、磯場でこんなもんかみたいな。そうなんですよ、だからちょっといいとこ見せてね、いっぱい乗るよっていうところ見せたいっす。200まで行きますねこれ。マジで200まで行きましたね。なんてこった、駆け抜けや。あ、行きましたね。はい、お礼に言え。あ、やばい、市長生まで出てましたね。さあ、勝間くん何が出てくるかな。本当に両方行ってほしいです。行きます。あー、まあ、ほわーほわー、やさーか。うわー、いやもうこれ中点引いて勝つしかない。あ、赤ダイヤ、うわ、噛んだ、いけるかも、噛め。あー、追加、じゃあ50か、特化ゾーン以上、50、おい、特化ゾーン以上ね。よっしゃー、レオ勝ったぞ、ナイス。これ燃えてるんで、あ、燃えてる時は特化ゾーンか。あら、出てこい、出てこい、ドン。あ、いや、地方なんですね。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、行きましょう。超に、超に入れましょう、超集法。めっちゃ継続させるしかないですね、集法ラムでぶっ壊そうと思ったら。え、全然ドライや。まあ、ここは継続だね。さあ、行け。50は超えてくれんとな。大砲来い、大砲。さあ、頼む、赤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 、青。行け。いや、なんでこれはさすがに寒いだろう。30は寒いですね、けどラッキー。腰痛強っ、マジかマジか。いけいけ、失敗は許さんぞ。ほい、思い出せ。オッケー、ナイス、なんか素晴らしい、いい引きになってきましたね。天寿があるぞ、ボーイ、マジホランブ。さあ行こう、ほいほいほい、最後いやー、きついか。おー、ラッキーラッキーラッキー、オッケー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 、赤、あ、おしゃ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 、赤で終わんのかーい。おー、そうだよな、びっくりした。ほいほい、赤、おーちょ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 、いいやつ引っ張ってきたかもしれん。30でかい、やばいか、いけ、あー120、まあまあ、オッケー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 、ナイス、いいよ、頑張ってくれた。20あるのか、ああ、あるか、はい、終了する、残り164、オッケーオッケー、
おもれえな、想定いいライツね、マジで出ないときはマジできついっすけどね、天井2連、天井2連ばっかり来るんで、けどこんな感じになるとマジでおもろい。あとなんて言うんだろうな、例えばこの上海終わってもまた上海に入れるチャンスから続くっていうのが、やっぱ俺は結構好きなんですよね。その2段階に分かれてるっていう、まあこれメリットでもあってデメリットでもあるみたいな場所なんですけど、なんて言うんだろうな、結構この台苦手って言ってる人は多分その出すまでの敷居が高いから苦手っていう人が多分多いと思うんですけど、僕は逆っすね、それが面白い。活目なんですけど、こんないけへん、やばい、あー下パネ消えたな、待ってくれ、終わったわ。1475枚お寺で終わりましたね。371ゲーム4セット目、もう一回上海戻しましょう。ケーンしかないっすね、いきます。あっさりだな、終わるときは1529枚。まあまあとりあえず最高獲得枚数を塗り替えたんで OK です。天井行った分が返ってきましたね、飲まれた分が。超えろ、よし超えろ、よし3桁、200、200、まあ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 、ゲー、うー、はい、まあもうちょっとぐらい粘れるかもしれないんですけど、まあ最高設定かって言われるとなかなか難しい、けどまあカウントもしてないからあれなんですけど、まあ十二分に出てくれたんで、まあ一回勝ちの流れをつけるためにも一回一番寝てる時にやめようかなというふうに思います。いつもここからちょっとだけ粘ってで時間ギリギリになってでちょっとマイナスになって終わるっていうのが、あの時やめてきゃよかったっていうのが多いんで、でまあ今日というか明日熊本に今からレンタカーで移動しなきゃいけないんで、まあ、大体3時間ぐらいって考えるともう、まあ、ちょうどいいのかなというふうに思うんで、これで終わりたいなというふうに思います。いやちょっと本当に天寿悔しいんですけど、まあ 20% で終わった悲しみも悲しいし、ペナしちゃった自分の甘さっていうのも自分に憤り感じるし、でちょっと情けなかったんですけど、まあいつかまたね天寿をリベンジしたいなというふうに思います。ありがとうございました。お疲れ様です、いつもです。というわけで、ホテル帰ってきまして、まあ明日の実戦の前の日ですね。もう時間もね、12時前。まあ本日、想定の剣、打って、やっぱ懐かしい、面白いな、この台っていう思いがすごい強くて、ちょっとね、僕個人でなんか、その楽しんでるばっかりの動画になっちゃって、申し訳ないなっていうふうに思ってるんですけど、最終的にはね、投資の方が450枚、回収が2889枚。プラスと、まあね今更解説とかもねあれやし、まあ、どっちかというと僕もあんま覚えてなかったし、本当まあ言い訳なんですけど、まあ、ガツガツのエンジョイ勢だったっていうか、まあ、あの打ってた時とかねだったんで、ふわりとしかちょっと覚えてなかった部分があって、そこもちょっと申し訳ないなというふうには思ってたんですけど、あともう一個、まあ自分にちょっと反省すべき点があるとすれば、天寿の儀あれね、どう、ほんと、まあ、多分大丈夫だと思うんですよ。継続抽選には影響を与えてないとは思うんですけど、なんか、まず70ゲームで終わって、まあ、80パルパ単発で終わらせたっていう、まあ、結構いるとは思うんですけど、終わらせた人も。まあ、僕の今までの天寿の最低が130とかやったんで、平均180を大きく下回る70。まあ、そんなことあんのかなって、やっぱ思っちゃいましたよね。プラス、まあ今のあのペナルティ、まあ結果的にプラスになったんで、まあ一回一回のエティをしっかり取れていった。ケンちゃんがよく頑張ってくれました。白オーラで矢坂に2回勝ってますからね。もう関係ねえ、もうそんなのオーラの関係
というわけで、まあ、皆さんもぜひホールにあったら打ってみてください。でもしね次また打つ機会あって、まあ、天10入るようなことがあれば70では終わらさないように頑張りたいなというふうに思います。はい、で最後にちょっとコメント返しの方でさせてもらいたいなというふうに思います。行きましょう。はるけだるげさんからギアス R2 とかスタドラ打ってほしいと、あ、打ってと、はい、ありがとうございます。ギアス R2 は結構ホールにあるんで、また機会あれば本当に打ちたいな、ギアスラやりたいなって個人的には思ってます。で、スタドラに関してなんですけどね、めちゃくちゃ打ちたいんですけど本当にホールにないんで、もう何店舗ぐらいなんですかね、あんの分かんないですけど、まあったらぜひとも積極的に抽選次第ですけどね狙っていきたいなというのは本当に思ってます。さあ次行きましょう。リック・マークさんからファミスタの音楽聴いて懐かしいってなるのは俺だけか、磯丸世代はやっぱファミスタ知らんのよなと。ありがとうございます。ファミスタはね知ってますよ。あの家に ありました多分、あのスーファミのやつですよね。あのスーファミかな、わかんないけど、なんかディーディーとかのあれやね、ボタンのね多分なんか、ね、あったと思います。あとなんか脱衣麻雀みたいな、なんか脱衣麻雀じゃないんやけど、なんかそういうなんか麻雀みたいな、うちの親父のやつなんですけど、なんかあった気がします。脱衣麻雀じゃないかな。最後、タクチャンマンさんから磯さんの真剣勝負久々、北斗は触れると怖いから原作に限ると。原作もいいですよね。僕修羅の国の編とかはあんま見てないんですけど、真剣勝負やっぱね面白い台なんで、まああとまあ怖い台ではあるんですけど、深いところまで行くんで、でもやっぱりこれがあるんで、まあ、思うみたいなんで、ぜひ、ね、原作だけじゃなくて触ってみてください。はい、てな感じで、まあこんな感じで今日はちょっと反省すべき点が多い実戦なんですけど、それ以上に僕は個人的なんですけど楽しめたんで、いい実戦だったのかなとも思います。久しぶりに点でも引きましたし、ね、というわけでこんな感じで終わりたいなと思います。ありがとうございました。ちょっと待ってくれよ、いつもレアスですか、外れろ、あっこーきたー最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。なりあがりー。